始まりました、ミキチャナイト TV。 MC は信長と野呂佳代です。よろしくお願いします。さあ、来ましたね。はい、この来ました。4回目がまさか。そうですよ。やらせていただき、まあ、3回分見て4回目がまさかってことはないんですけど、はい、来ましたよ、大好評でということですよ。ありがとうございますだよ ね。見ました。見ました。本当っすか。見ましたよ。見ました。わちゃわちゃやってましたわ、ね、楽しんでましたよ、みんな、ね、だから今回もこういろんなね、なホストのことについてちょっとこう喋っていこうかなっていう感じなんですけど、ね、まあ、今一番楽しいのはやっぱホストの人の中を見ることがもう一番楽しい、はい、人生ですか。バラエティもそうじゃないですか、はい、今、まあですね、結構ホストの人フィーチャーされてる、はい、それがやっぱ一番楽しい、うん、あ、そうですか。なんか自分と別世界すぎて。あ、まあ確かにね。まあそうですよね、うん、じゃあ今日もですね、ゲスト来ております。このミキチャナイト TV 出演権をかけたコンテストで見事グランプリ、前回のグランプリはリオスさん。あ、はい、格好でしたね、リオさん、ね、綺麗な、素敵な、そうですね、綺麗な方でしたけども、今回のゲスト、この方です、どうぞ。レイングループアリエルより、星野空くんです。よろしくお願いします。かわいいね、笑顔がすごい、かわいらしい、ね、星野空くん、いろいろ聞いてもいいんですかね。あ、お願いします。はい、年とか聞いていいですかね。あ、確かに年齢聞いて、いいですか。大丈夫です、今年25で、まだ24歳。あ、なるほど。25歳で、いや、なるほど。なんか、その、こんなこと言ったらあれですけど、肩幅様子おかしいです。確かにホストの人って言ってもちょっとカリッとした雰囲気が多い。ラグビー上がりの、ただのデブなんですけど。え、そうなの。すごくかわいい。お腹が結構、そうですね。いや、めちゃくちゃインパクトのあるもの着てるじゃない。そんなに噛みついたってしょうがない。結構犬がクマに見えるとか言われるんですけど。あ、ほんと。ホスト歴聞きたい。ホスト歴どんぐらいですか。歴はまだ3ヶ月。3ヶ月、あったとこですね。新人ですね。3ヶ月って言ったらもう全然ほんと新人っていう感じですかね。そうですね。ああ、で、始めたきっかけは、まあ、もともと営業職っていうか、その営業みたいなのが好きで、はいはい、人と接する仕事を、うん、はいはいはい、でちょっと花のある人生をやっぱ送りたいなと思って、うん、ああ、なるほど。どうですか、実際、花はありました。めちゃくちゃ楽しいですね、今。おー、よかった、ね、素晴らしい、うん、やっぱ楽しいよ、ホスト、はい、楽しいんだ。なんか、お酒飲んだりすることとかは別に全然平気なんですか、うん、あ、お酒は結構好きだったね、もともと飲んでて、飲んだらこの好き、そうですね。エロい笑顔やな。めちゃくちゃエロい顔した今。エロいな。こう言って。じゃあちょっと自分のアピールポイントを教えてくださいということですけど。まあ、さっきも言ったあの、わがまボディ。いいね。わがまボディ。ちょっとあの、普通大体こうじゃないですか。うん、じゃなくて女の子の方がこう来るみたいな。あ、なるほど。ていうかさ、時代がさ、ちょっとやっぱ変わってきた。そうですね。そう、星野さんみたいな方が、うん、まあ、これ、まあ、これグランプリ取ったってことは、はい、別に体型関係ないってことじゃないですか。そうですね、言ってみれば。そうですね。日本ってやっぱちょっと遅れてるっていうかさ、うん、体が狭いから、そうか、太ってるイコールダメみたいな言い方をまだされるんじゃないですか。 そうですね、それちょっと私嫌なんです。いや、そうです、感情乗ってましたもんね。すごい嫌なの、それが。日本はすごい、感情は狭い、そういう意味でね。そうそう、だけど、はい、全然その幅が広がってきてると思う。はい、何がこう、うん、自分にとって良かったことだと思いますか、そのグランプリを取った理由みたいな。あ、なね、あ、配信しててですか。うん、まあ、まあ、その何ですか、毎日やったりするところを見せたりすると、なんかこう、あ、頑張ってるなとか、そういうのもあるし、ね、で、ホストをやって、一番こう、なんか嬉しかったこととかありますか。嬉しかったこと、まあ、でも、その初めてお客さんが来て、はい、で、まあ、僕まで3ヶ月目ぐらいなんですけど、なんか指名してよかったわみたいなことを言っていただいて、なんか人のちょっとなんかこう幸せにさせられたかなみたいな。こいつ普通のやつやねん。めちゃくちゃ普通や。いや、ええやんか。めちゃくちゃええやつ。えらい、えらい、今のすごい。えらいって言うな。めちゃくちゃえらいね、今。何やねん、本番前から。今のツッコミえらいね。本番前からツッコんだとえらいって言うな。何やえらい。秀逸。秀逸じゃない、別に。えらい。えらいって言うな。
ってんで偉いって言うな。面白い言い方も出してる。偉い。でもいい、普通に生きてたからさ。いい子、いい子。いい青年というかさ。3ヶ月だから、まだそんなに波もない。なるほどね。染まってない感じがすごいですもんね。そうですね、多分。趣味は？特技とか。趣味、まあそうですね。まあ今配信が本当メインで。で、いつのタイミングするんですか、それは。僕結構朝から起きてるんで。お昼からと1日多くて3回とか出勤前と。あ、この細かくやるのいいんですね。そうですね、毎日 1回は絶対やるようにしてて、だいたい家で撮ってと。すげえな、はい、朝起きてるホストって珍しいですね。そのさ、サイクルはどうなってるの。だいたい夜中、そうですね、12時終わりの1時までで、そうですね、1時までなんだな、うん、そうか、風営法みたいな。いや、そうね、そう、風営法的に1時には必ずお客さん出さないと。そうか、そうか、次日の出からですね。そうですね、日の出から、ね、日の出から、5時ぐらいから。5時の時です。そうです、2部。そう、だから1時終わって、はい、そっからこう、なんていうか、アフターとか終わったりする時もあるでしょ。はい、はい、へー、5時までとかね。そうですね。で、朝起きていつ寝るんですか。まあ、もう基本は営業後やっぱ寝るようにしてて、たぶんアフターとかあったら、うん、昼までちょっと寝てみたいな。やっぱなんかサラリーマンの気持ちが残ってますね。仕事終わりちゃんと寝ようみたいな。ホストってやっぱなんかその仕事終わりもまたこう飲んでみたいな。ねえ、なんか荒れ狂った感じのイメージになっちゃう、やっぱどうしても。しっかりしてるホストよね。しっかりめの。真面目。しっかりホストね。へえ。最大の失敗なんかありますか、ホストで。やっぱりお酒でちょっとやらかしたみたいな感じので、もうほんと自分が楽しくなっちゃって、はい、焼酎のボトルを一本飲んじゃったんですよ。飲んだ。それで気づいたらもう朝になってて、段ボールにこう頭突っ込んで裏でずっと寝てたみたいな。で、記憶が初めてその時なくなりました。なるほど。そのお酒の失敗っていうのは今後もそうですね、ありますよね。めちゃくちゃ反省したんですけど、やっぱそうなんですよね。そう、そこで反省するってやっぱリーマン上がり。ね、そうですね。いやでも先週の記憶すごいな。先週また記憶がなくなっちゃった。反省してないですよ。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。反省してないこと。反省しないことをめっちゃ笑ってる。あ、絶対反省せんよ。分かった。なんか真面目みたいな感じで言われるの嫌なんじゃない。あ、そんなことない。どうですか、野呂さん。でも結構根が真面目な感じしますね。真面目だったと思う。だって配信も3回もやってくれる、うん、なかなかでしょ。ちゃんとしてるな、うん、で、ちょっと聞きたいんですけど、うん、最高月収3ヶ月でね。いや、それ聞きたい。そう、どのぐらいいけんのかな。どのぐらいなんですか。まあ、昼食よりは全然稼いでて、ああ、まあ、ちょっと先月が本当に結構いった。一番売り上げ上がって感じなんで、いいじゃん。なるほどね。3ヶ月で。いや、十分ですよ。だって、いくらでした。いくらでした、最高の月収。いくらでした。最高ですか。こう、僕は、300万言うんじゃないよ。300万言うんじゃない。はい、まあ、きっともうすぐ抜かれ300万が多分すごいっすよね。あれでもそんな3ヶ月とかでは行ってないやろ。まあそうですね、1ヶ月目は本当ね90万ぐらいしか言ってない。上回るね。なんで上回っちゃうよ。すごい才能だった。才能がもうすごかった。立てる番組だった。あ、そうそうそう。なんでお前が上回ってるの。こっち行ってください。あ、そうそうそう。先にこっちが夢だから。こっちから言ったら。そうなんですよね。俺の最高月収がマイナス30万なんで、はい、ここを最初に。マイナス30、売りかけでね。あ、売りかけ。そうそうそう、売りかけでね。かけしたことないんですよ、僕。あ、すごいわ。これすごいですよ。何、どうぞ。すみません、ちょっとこれね、売りかけしたことないっていうのは、うん、やっぱホストって、うん、売りかけっつってこう月末払うねっていうのがあるんですよ、うん、そうね、ちょっとつけといけじゃないですけど、うん、まだつけシステムってあるの。あ、そう、あるんですよ。で、これやっぱ夜は鉄則で、ホストクラブでも鉄則で、うん、なぜかっつったら、うん、シャンパンコールがあるでしょ、うん、で、その場がめちゃくちゃ楽しいんですよ、うん、確かに。で、もう一本行きますかって言われた時に、ね、もう一本を下ろすお金は今ないと、うん、ただ気持ち的にはもう一本行きたい、うん、あ、行きたい、それは行きたい。で、耳元でつけていいよ、うん、もう一本っていうのが、もうこれは絶対鉄則なんですよ。ホストの売り上げ上げるために。そうなの。そうですね。それをなしで。あ、すごいね。あ、じゃあすごいんだ。そうなんですよ。
で、こいつはもう一回も回収できたことがない僕はもう、あじゃあもう一本ってなった時につけていいよって言い続けて帰ってきたことがない悲しみのホスト大阪で無料で飲めるホストで有名なんですよ掲示板で書かれますこうはならないようにね、はい、そうですね、そこは気付けてでもすごい才能がもうあるってことですよ素晴らしいはい、そして、うん、なんか決め台詞があるみたいなそうですね、一応配信でやってるんです、うん、えぇ、ー、それは毎回やってるそうですね、あのいつやるのその配信の中のそのアイテムを投げていただくんですけど、はい、配信でそれがなんかまあこうランキングになってくるんですけど、うん、それもらった時に、はい、やるんですけどちょっと見たいですいいですかすいませんあ、いいですか安らくに投げました、はい、ウレピーマンかわいいマンこれかわいいマンロロさんのかわいいマン出ちゃったよウレピーマンアンサー出勤前から営業まで密着しましたか。あ、これじゃあちょっと、それ見たいね、はい。見たい、これが見たい。なるほど。これじゃあちょっと見てみましょうか。ちなみになんですけど、ヘアメさんに俺ミスドを買ったんですよ。はいはいはい。何買いに来たの今。ヘアメイクさんにドーナツを。え、かわいい。気遣い？いや、なんかその早めに来てもらったんで。あ、はあ。えら。こういうとこですね。すごい。こうやな。甘いものが好きって。あ、すげえ。ヘアメイクさんも好きになっちゃうんじゃないかな。ねえ。あら。気持ちメイクだ。アイプチー。よくさ、よく髪の毛をガサガサやってる時にこれをできるんですか。そうですね。いや、危ない。こんながっつりなんや。そうですね。可愛らしい。一生懸命メイクしてるの。おばちゃん。親戚のおばちゃん出てきた。一生懸命やってんの。一生懸命。やな涙袋いっちゃってるすごいねそうそうすごいなタバコタバコこれちょっとやつじゃないどうしたっけいやこれはやっぱギャップやっぱ男なんだって感じるからすごくいいですかやっぱりすごい急にタバコ吸い出した急にすごいそうそうかわいいかわいいキラキラしたんだキラキラしてるあ、全然ちゃうね、やっぱすげえ、すげえ、かわいいやん出来上がっ…いや、かわいいすぐタバコ吸うやんお、全卓を、まあ、周りに入れてくりこいただきましたどうぞーどうぞーはい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 あそてはいあそてはいゴールてはい盛り上がっていっちゃうねよいしょーよいしょーどうぞーはい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 ブレーブリコはいぶーちかましくだはいステーキーレイブさまだあ、これ今完成中ですやっぱもっと上行けると思うんで、めちゃめちゃ良かったら
もう一本お願いします。よっしゃ、まっすぐな。さあ、どうした。はい、いけ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 、今見たらちょっと恥ずかしいですね。なんかいやいや、よかった。でも今と全然違いますよね。ああ、なんか全然違う。なんかさ、やっぱさ、うん、男だから、はい、やっぱ入れてもらった女の子の前で男に なりたいみたいなさ、男見せたいみたいなのも見えるし、うんうん、さっきも言ったんだけど、うん、見えるし、なんかでもまだちょっとこうワクワクして、うん、ありがとうみたいな、そう見えてるのもすごい可愛いし、こんなこともやっちゃって、やっちゃってたね。やっちゃってんのよ。たまに、ね、好きな方もそう。ちゃうかったね。おお、すごかった。そんな顔してこの感じが。やってない、やってない。すごかったね。すごかったよ。すごい。どう、シャンパンコールどうだった？シャンパンコールね、だからやっぱお店によって全然違うんですよね。うん、私なんかはちょっと聞き取れなかった。あ、そうですね。あ、しょい、しょい。俺たちはだしょい。ごめんなさい。え、でもね、あの、そうなんですよ。うん、でももうそれでいいんですよ。シャンパンコール。そうですね。雰囲気やってるね。はい、あのこのずおいずおいだけ守ってる、このここだけ守ってたらなんとかなる。なぜみんなさ、こう言ってるの？こういう感じになっちゃう。あれなんすかね。なんかまあ愛の手を挟んでいくんですよ。その愛の手の手がさ、はい、うん。絶対こうなんですよ。なんかね。でもそうなっちゃうんだもんね。そうですね。理由は白い。でもみんなこうなっちゃって慣れていくんですけど、やっぱ一番初めて見た時、人生で宇宙一ダサいなと思った。そうですね。確かにこれってでも何なの、この空間に行くとさ、そんなことも感じない。そんなもう画面で見ちゃうとさ、これはすごい気になっちゃってしまう。そうですね。そうですね。多分その場とは違ってきますね。はい。でまたそうなんですよね。でいろんなシャンパンコールあるでしょ。そうですね。ね、一種類だけじゃないから値段によっても、あ、値段によって変わるんか。はい、でも嬉しいよね、その、まあ、お金をかけた人に入れてさ、うん、あんだけ人が集まってさ、うん、そんなこともやられてる。いや、そうっすよ。ありがとうの気持ちがすごい伝わってくるとしたら、やっぱ やってあげたいと思う。そうそうですね。で他の席からもね、あるんですよ、やっぱシャンパンコールでこう全員集合のシャンパンコールと、何人か来るシャンパンコールあるじゃん。あります。あるの、オールコールで全員集合のシャンパンコールが入るじゃないですか。じゃ全員行って、他の女の子らは全員席でこう一人ぼっちなんですよ。うわー、やだ。寂しい。そうそうそう。でもそう、それがな、ね、このシャンパン、ね、そう、光景を見るでしょ、こうやって、こう透明シャンパン、まあ、この子どう思うかでもさ、あー、くそーってなる。あーってなって、戻ってきた時に私も吸ってなってっていうのがあるんですよね。実際そういうの経験したことある、うん、まあ、まだないっすけど、うん、でも来るよ、お客さんがどんどん来てさ、ね、自分待ちみたいなのが、ね、はいっぱいあってさ、そうですよね、どん全部掛け持ちしなきゃいけない。まあでもうまく、はい、取り合われるわけやな、だからそらくも。そうですね、取り合われたいっす。この時もだって言うたら取り合いなんだわけでしょ。そうですね、うん、一応でもこう真っ直ぐなんか熱意を伝えてるから、それはそのスタイルでいいんじゃないですか。あ、それはもうでもなんか、うん、よかった、すごく、はい、素敵でした。なんかスポーツやってました？いや、ラグビーね。やラグビーそうですね。片目でタックル、いや、すごい。ラグビーね。全然、なんか本当筋トレは一時期してたんですけど、うん、骨格がもともとは。うん、わかるよ。目、ね、が大きいね。そうです。気持ち乗ってんねんな。そういう時あるね。はい、ありがとうございます。そういう時とかじゃないから。そういう体やから。選べない、親はね。そうだよ。ちょ、いいよ。そんな話いいよ、もう。さあ、一回ここでですね、はい、そらくんに、まあ、配信、うん、いつもやったら配信を、うん、ちょっと僕ら目の前でやってもらおうかと思って。めちゃくちゃ見たい。で、まあ普通に配信してもあれなんで、うん、僕らが決めたわけじゃないですけど、スタッフさんが決めたんですよ、はい、私用何も関与してないです、まあ、なんかデスソースか虫を食べるにチャレンジさせてる。ここのスタッフ、デスソース大好きです。いや、めっちゃ好きよな。本当に味を占めることが大好き。しかもなぜか虫がプラスされてるんですよ。いける？そらくん。そうよね。ちょっと初めてなんですけど、うん、見た感じどう？そうよ。いや、めっちゃきついっすね。いや、きついよね。やばいよな。もう、うわ、見るだけで気持ち悪いもんな。ちょっとだから、まあまあまあ、ちょっとね、うん、
カ本当果たして本当に食べれるのかっていうのをちょっと僕ら目の前に見ましょう。はい、はい、じゃあ実際配信をじゃあ、はい、お願いします。お願いします。あ、おはようございます。ごはんピーマン、はい、ごはんピーマン今こっちのソラチンって、あ、しんおはよう、おはよう、ごはんピーマンね、今あの本当自分で笑っちゃってんだ。この収録してます、今自分で笑って、もうやることに笑ってあ、ごはんピーマン、はい、マリおはよう。おはピーマンだと普通におはようって伝わらんと思って意味わからんと思って。ああ、そうそう、これをね、今から僕がね、ちょっとスタッフ様が、あのスタッフさんがちょっとあの用意してくれたんで、せっかくこれ食べます、僕今キャー、普通に女おるから。ありがとうすげえ、やばい、そう、やばい、ちょっとなんか、あ、リムジンありがとうございます。ウレピーマン、はい、よいしょ、はい、すぐ流した、ハズリンちゃんじゃん、見られてる感覚がちょっとあった。あれ、ハズリン自慢だよ。ウレピーマン、ハズリンの、やってんだじゃん。え、何、え、これどっちからがいいんだろう、これでもどっちからも、どっちも行かなきゃいけないことある。確かに、いや、うん、高めでいいんじゃない。高めだけでいいですか。いや、いいよ、そんな、どっちでも。あ、おはよう、みんな、おはよう、あらー、はい、ちょっと初めてね、虫食べるんだけど、これフワピーマン、え、これすごいんじゃない、でもめちゃくちゃ見てますよね、でも、うん、あ、そうな、うん、すごい、これ高めですね。じゃあちょっと、いいですか、これいただいても、がいっちゃう、いける。だから、なんで食べるかっていうところね、うん、そうだよ、うん、そう、なんか、でなんで食べるのかな、うん、そう、この子はなんで食べてるのか。これを食べることによって、これを食べたらみんなお店に来てくれるんですか。今日じゃあちょっと来てもらって。大丈夫？今犬と虫の人となってるよ。いや、これやばいマジで。これめっちゃこっち見せる。え、これブローチ？ブローチ？ブローチ？すごいブローチになっちゃう。お腹だけ。痛くない？ギナってやつバリ厳しい。やめて、マジ。ギナバリ厳しい。ギナバリ厳しい。じゃあ行きますね。いただきます。いただきます。掃除するから。うわ、行くぞ。配信で見よう。私配信の方で見よう。うわあ！キャー！味は、味は。うえ！うわ、ま。明太子、明太子。え？やめろ、やめろ、その表現やめろ、すごいな。明太子って。めっちゃ明太子の味っすね。え？食べれるやん、そんな美味しいの。もう一回食べてみてじゃん。いや、大丈夫です。でもやった、それでパンにありましたっていう。あ、ありがとう、すげえ。いや、めっちゃ明太子だ。なんだそれ、何、明太子って食感が明太子だとしたらもう全然聞きたくないです食感はえぐいっすね、ちょっと。味が明太子、味が明太子、食えやじゃん、もう。いや、明太子、ご白ご飯といく、白ご飯用意した方がいいか、じゃあパスタ、やっちゃうか、パスタの方がいいか、じゃあ。いや、これ作っちゃうか、じゃあパスタ明太子パスタ、はい、食べました。これよかったらね、あのアイテム投げてください。すごーい、お水、お水飲んでも、飲んだら、いや、ちょっとデスソースもこれいこうかな、やっぱり。男らしい、せっかく用意してもらったんで。マジ、すげえな、そんなね、あれですよ、食べピーマンだよ、食べピーマンだよ、はい、じゃあいただきます。ガバ、ガバピーマン、俺辛いの苦手なんですよ、実は。ガバピーマンって何、ガバピーマン、本気より使いこなしてんのか。まずこっから来るよ、来るよ、こっから。来たよ、あ、かわいそう。えどう、このかわいそうって、なんて、かわいそうって言ったよ、かわいい、今さかわいそうだよ、やばいろ、水飲みなさい、水、うん、あ、でも水飲んだら辛いんだっけ。そう、それ高め食べなあかんねん。なんで、いい、やらない、やらない、やらない、はい、ということでね、とりあえず一回配信は切りますということで、またよかったら見に来てください。ありがとう、計画的犯行、オッケー、ありがとう、ありがとう、また見に来てね。そらくん、頑張ってね。いや、すごい、はい、ということで、今日のゲストはアリエルの星野そらくんでした。ありがとうございました。
でしたか、でもさ。もうダメよ、その、はい、あの、そのゲストよりも、はい、なんか上回ることとか。ちょっと反省会ですね、じゃあ。やらないとか、はい、ダメだよ。ダメですかね。すごい頑張ってた。そらくんは本当素晴らしかった。うん、素晴らしかったですね。3ヶ月で、そこまで頑張ってやって。そうですよ。ね、女の子にも優しくて、メイクさんにも優しくて、気遣いそうですよ、すごいですよ、パーフェクト、可愛かったし、僕がなんか1回目からバーンって言ったんですけど、ね、3ヶ月目から調子出てきてますもんね、スタートが良かっただけやってますよ。3ヶ月落ちてる、そうか、3ヶ月目はだって何号やってるの。3ヶ月、そうですね、1ヶ月に90万で、ね、3ヶ月目がもう180やらかしとるやらかしとるからでも本当なんか今後がすごい楽しみというか、うん、そうですね、お客さんもやっぱ会いに行って今後成長を見るのもすごい楽しみだと思うし、そうですね、これからどん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 伸びていくと、ね、優しくしてくれそうっすね、そうですね、はい、はい、ということでまた次回お会いしましょう、さよならさよなら。どうも、クラブアリエルの星野ソーラーです。よいしょ。アリエルはアットホームでラフなお店です。楽しく飲みましょう。僕に会いに来てくれたら嬉ピーマン。